皆さんこんにちは。今日は、化粧水のつけ方のポイントを一つお伝えしようと思います。化粧水って皆さんどこからつけてますか？いや、順番なんて気にしたことないよっていう方もいらっしゃるかもしれないんですけど、まあいろんなね情報が出てる中で、私のおすすめするポイントとしては、化粧水のつけ方としてまず1番目におでこと顎からつけてみてっていうとこです。おでこと顎を一番最初、その後に目元とか頬とかっていう風にしてみてくださいっていうとこです。それはどうしてかと言いますと、おでこって35歳を過ぎてくるとちょっとシワが目立ってきやすいんですね。なのでおでこと顎を30、3、4、5ぐらいかな、なんかちょっとそのぐらいの、あのシワが目立ちやすい年齢に差し掛かった場合は、おでこと顎からつけてみてください。そしてなるべくだったら、とろみのある化粧水とかも今結構出てますけど、サラッとしたタイプのものをお使いください。とろみのあるものだとね、お肌一回つけただけで、潤ったってなってしまいやすい。そうなりがちなので、ぜひサラッとしたタイプのものを何度も、これ一回でいっぱいつけようとせずに、何度も何度も重ね付けして、手とね、お肌が吸い付くっていう感じになるまでつけてあげることです。そこから保湿。保湿も、ご自分の油が一番の美容液なので、世の中に面白い人がいて、油がね、出てきたら、その油を自分の手に取ってまた、足りないところにつける人っていうのもいるぐらい、それがやっぱり自分のものっていうのが一番、安全というか、そういう自分のものなわけだから、自分から出てきたものなのでね。なので、まずは保水を、しっかりしてあげてから保湿っていう風に考えてやってみてください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。